おいおい、負けた方がザオ茶をおごるって約束したとはいえ、そこまでへこむことないだろ。元気出せって。別に俺が払ってもいいから。それじゃあいつもと同じじゃないか。さすがにそれは良くない。ガミ、俺は何も負けを認めてないわけじゃない。ただあんな方法で逆転されるとは思ってなくてだな。あんなの大したことじゃないさ。造作もないことだ。レタスを食べるのと同じくらいな。お、よかった、ガミンがいたぞ。ちょっと邪魔するぜ。お前がガミンだよな。さっき脇町の人が来てイラーフに荷物を届けるのを頼みたいって言ってたぞ。お、おお、老衆の兄ちゃんか。仕事があるみたいだな。んじゃ、お先に失礼すんぜ。そうか、行ってこい。帰ってきて時間があったらまた遊ぼうぜ。次は絶対負けないからな。荷物を受け取ろう。持ってくるとき重くなかった？あとは任せてくれ、俺に。そんな大変じゃなかったぜ。全部タコを作る材料なんだ。それにそんな遠くなかったしな。タコか、なるほど。パイモンはいいやつだな。こりゃちゃんと礼をしないと。で、そっちのお前が旅人だろ。よろしくな。礼を言うぜ、お前にも。え、オイラたちのこと知ってるのか？リーウェじゃお前らを知らない奴の方が少ないんじゃないか。話はいろんな奴から聞いてるぜ。すっげえ有名人なんだよ、お前らは。おっと、そうだ。もし老衆の兄ちゃんが礼を言ってなかったとしても気を悪くしないでくれ。代わりに俺が礼を言うから。兄ちゃんはいい人なんだけど、最近はすんげえ忙しくてな。あちこちバタバタと走り回ってるし、だから多めに見てやってくれ。それで今回リーウェには怪盗祭のために来たのか？うん、この時期のリーウェは一年で一番賑やかだからな。オイラたち、お前にくっついてイローフを見に行こうかって話してたんだ。おう、構わないぜ。一緒に行こう。イローフまでの道にはすごく詳しいんだ。一歩たりとも遠回りさせることはないぜ。俺が道案内するからには。物語を話すのも冗談を披露するのも雑談で退屈を紛らわすのも全部俺に任せてくれ。そうだ、着くまでにいくつか飯屋があるんだ。どれも俺がよく行くいい店でな。一緒にどうだ、飯時になったら。食材は新鮮で豊富、さらに安くていいもんばっか。何を頼んでもうめえのを保証すんぜ。うめえのを保証。新しい友達の前なのにオイラのイメージをダウンさせるようなこと言うなよ。まったく。大丈夫だって、分かってっから。ほんと仲いいんだな。
俺もよくそうやってふざけ合ってるぜ、兄弟たちとな。さて、他に用事はあるか？お前らの準備が終わるまで待っとくぜ。大丈夫だぞ、オイラたちずっと旅してるから、必要なものは全部バッグに入ってるんだ。おっと、そりゃそうだな。よし、じゃあ出発だ。安心してくれ、お前らのことはしっかり守ってやっから。なんたって俺は表紙だからな。暇を持て余しているのなら、わらわの家に来て、ここ最近の